鹿児島茶は、鹿児島県で栽培されている茶である。鹿児島県は、静岡県に次いで、荒茶生産量が、日本第2位である。鹿児島茶の多くは、他産地のブレンド用として流通していたが、緑茶の表示基準が徹底されてきた最近では、独自ブランドとしての知名度が高くなってきている。1992年頃より、鹿児島茶というブランド名が用いられるようになった。一般的に、 日本三大茶は、宇治茶、静岡茶、や山茶を指すことが多いが、や山茶の生産量は、静岡茶や宇治茶と比べかなり少ないため、や山茶の代わりに、鹿児島茶を含める場合がある。最大の栽培地域は、南九州市から枕崎市にかけて広がる南札台地付近であり、県内における茶栽培面積の約40%を占める。 その他、鹿児島市付近の中札台地、薩摩町から霧島市にかけての北札火山群及び、霧島山の山裾、渋市市から総市にかけてのワニツカ山地南西部が主要栽培地域である。茶畑は大規模化と機械化が進んでおり、2006年における栽培面積は8460ヘクタール。鹿児島県内では、稲、サツマイモに次ぐ栽培面積を有する。 アラ茶生産量は2万3000トンで日本の25.4%を占めているが大部分は仕上げ加工において他産地の茶にブレンドされ他産地のブランド名を冠して市販されるこのような中にあっても特にチラン茶とミゾベ茶は独自のブランドとして認知されている栽培される品種は日本茶用として一般的なヤブキタに加えて香りの強い豊か緑や色の良い 朝露などがある。ブレンド用として様々な要求に応えるために多くの品種が栽培されている。温暖な気候のため4月前半から走り新茶として流通する。特に種ヶ島では3月後半から収穫が可能であり、日本で最も早く出回る大走り新茶として知られている。鹿児島県における茶の栽培は鎌倉時代初期に平家の落ちうどが あた白川にもたらしたとする言い伝えがあるが、記録として残っているのは、元王年間に、宇治か、江戸時代に、薩摩藩が茶の栽培を奨励し、藩内各地で栽培されるようになった。当時の主な産地は、阿久根から吉松にかけての鹿児島県北部地域が中心であり、主として他のあぜや屋敷の池垣で栽培された。江戸時代後期に編纂された薩摩藩の地 三国名称図へ、には、阿久根、吉松、都の城に産するものが名品とされている。日本の開国をきっかけとして輸出用茶葉の栽培が盛んになり、特に、薩摩半島南部と宗始付近で多くの茶畑が開墾された。明治初期において粗悪品が流通し問題となったため1887年に、鹿児島県茶業組合が結成され品質向上が図られることになった。 明治初期から1950年代にかけて紅茶用の茶葉の栽培が試みられたが定着しなかった。1975年頃から本格的な増産が行われたがもともと、鹿児島茶の知名度が低かったため単独では市場に受け入れられずもっぱらブレンド用として生産された。1985年頃から地域ブランドとしての販売戦略が強化されている。 ありがとうございます。